リアンダー、リアンダー、HMS リアンダー、HMNZS リアンダーは、リアンダー級の一番艦。イギリス海軍及びニュージーランド海軍で収益した軽巡洋艦である。1931年9月24日にデボンポートで浸水。1933年3月24日、収益し、イギリス海軍に加わった。1937年に、 ニュージーランドへ対応される。1939年8月30日に、オークランドを出港し、ファニング島へ守備隊を運ぶ任務に就いた。ファニング島からは9月13日に帰還した。9月後半には、キャンベル島とオークランド諸島が、ドイツの通商破壊の拠点になっていないかを調査したが、この調査では、不審な点は見つからなかった。11月にもリアンダーは、 オークランド諸島の調査を行った。12月は、ドイツ艦の出現に備えて、オークランドに泊まっていた。1940年1月、リアンダーは、兵員輸送船団 US-1 の護衛に従事した。1月5日、リトルトンで兵士を乗せた、デュネラ・イート・ソビエスキーを護衛して、リトルトンを出港した。1月6日、ウェリントンから出港した、オライオン、エンプレス・オブ・カナダ、ストラスヤード、 ランギタタと、その護衛の戦艦ラミリーズ、従順洋艦キャンベラと、クック海峡で合流した。リアンダーは1月10日のシドニー到着まで護衛を行い、それからニュージーランドへ戻った。1940年5月、リアンダーは、US3 戦団の護衛に従事した。5月2日、リアンダーとオーストラリアの従順洋艦オーストラリアは、アキタニア、エンプレスオブジャパン。 エンプレスオブブリーテンを護衛して、ウェリントンを出港した。クック海峡で、アンディーズと従順洋艦キャンベラが合流した。5月5日、シドニーに到着。そこで、クイーンメリーとモーリタニアが合流した。同日シドニーを出港した。バス海峡で、エンプレスオブカナダが、船団に加わり、5月10日にフリーマントルに到着した。5月12日、フリーマントル出港。 リアンダーは5月16日に戦団と別れ、コロンボへ向かった。5月19日、コロンボ到着。1940年5月26日、アレクサンドリア到着。6月1日、アレクサンドリア出港。6月4日、ポートスーダンに到着。6月7日、ポートスーダンから出港し、翌日スループ、グリムズ・ビーと接触した。グリムズ・ビーは、 イタリア逆船ウンブリアを追跡中であり、ウンブリアはイタリア参戦後の6月11日にポートスーダンで自沈させられた。6月13日、リアンダーはアデンに到着。6月27日、イタリア潜水艦エヴァンジェリスタ・トリッチェルリを撃沈。1940年7月2日からリアンダーは航海を通過する船団の護衛に従事し、 11月26日までに18の船団を護衛した。BN7 船団の護衛中には攻撃してきたイタリア駆逐艦と交戦した。11月29日、アデン湾南岸のバンダエルラにあった缶詰工場を砲撃したキャンド作戦、オペレーションキャンド。キャンド作戦後、リアンダーはボンベイへ向かい、12月2日に到着した。12月27日に、 コロンボを出港し、BN12 戦団を航海まで護衛。続いて、b s 1に戦団をアデンまで護衛した後、1941年1月21日に、コロンボに到着した。1941年1月24日に、コロンボを出港、ドイツの通称破壊艦を捜索するも発見できず、アッツ干渉で給油を受けた後1月30日に、コロンボに戻った。 1>, 1月31日にコロンボ出港。再び紹介任務20時した後兵員輸送船を護衛して2月12日にコロンボ機。2月17日から紹介任務を再開。2月20日から兵員輸送船団 USQ を護衛して2月22日にボンベイに来。2月22日にボンベイを出港し、紹介を再開。2月27日。 モルディブ製法でイタリア船ロンブアイを発見しを沈めた。アッツ干渉で救助したロンブアイ乗員を降ろし燃料補給後、リアンダーはドイツ艦船が活動中であると思われた鞘でマルハバンクへ向かった。3月4日、リアンダーと共に鞘でマルハバンクへ向かった従順洋艦キャンベラがドイツ船、コーブルクとドイツの仮想巡洋艦に打破された。 タンカー開けてブロビグを発見し沈めた。リアンダーもその現場へ向かい、53名を救助した。続いて2隻の巡洋艦は、ドイツ総甲艦、ポケット戦艦アドミラルシェアを捜索した。3月5日には、キャンベラ搭載機が、ポケット戦艦発見を報告し戦闘発生も、予想されたが、その報告は誤報であった。3月8日、リアンダーとキャンベラはモーリシャスに着いた。 3月9日にリアンダーとキャンベラはモーリシャスから出港し、マダガスカル南東沖で敵の補給船と潜水艦が合流するとの情報に基づき、武装商船シティオブダーバンと共に、その捜索に当たったが、サプライ作戦、オペレーションサプライ、何も発見できなかった。リアンダーは3月22日にモーリシャスに着き、燃料補給をして3月23日に出港し、 マダガスカルモーリシャス間の紹介を開始した。3月23日、BC フランスの船を打歩。4月3日、コロンボ機。マドラスに移動して、そこから兵員輸送船団を1日越えした後、トリンコマリー経由で4月14日にコロンボに戻った。5月23日、トリンコマリー発。5月29日、アデン到着。6月1日、アデン発。 5日後に、アレクサンドリアにつき、地中海艦隊の第7巡洋艦船隊に加わった。6月8日、シリアレバノン戦役、エクスポーター作戦が始まる。リアンダーは6月12日に、アレクサンドリアを出港し、翌日シリア、レバノン沖に展開する B 部隊に加わった。6月14日、リアンダーと軽巡洋艦コベントリーは、ベールート西方沖に、 フランス駆逐艦ゲパールとバルミ発見の報告を受けて駆逐艦4隻を伴い休行するが戦闘に入る前に砲台の射程内に逃げ込まれてしまった6月23日リアンダー、ナヤド駆逐艦3隻はベールート沖でフランス駆逐艦ゲパール、バルミと交戦した6月27日リアンダーは軽巡洋艦コベントリーと共にアレクサンドリアに帰島。 7月、ギロチン作戦、イギリス空軍部隊のキプロスへの移送に参加。ポートサイドファマグスタ艦を2度往復し、0 52名を運んだ。リアンダーは7月31日にポートサイドを離れ、アデン、コロンボ、フリーマントル経由で8月28日にシドニー機。8日後にアキタニアを伴ってシドニーを離れ、9月8日にウェリントンに到着した。 1943年7月13日、軽巡洋艦リアンダー、ホノルル、セントルイス、駆逐艦10隻からなる、ウォールデンエル・エンスワース少将の第36.1任務軍は、ソロモン諸島のコロンバンガラ島沖で、軽巡洋艦人数、駆逐艦5隻からなる、日本艦隊と交戦した。このコロンバンガラ島沖海戦で人数が沈没したが、リアンダー、 ホノルル、セントルイスも来撃で大破した。この損害によりリアンダーはその後は戦争に参加できなかった。1945年修理完了してイギリス海軍に戻り1949年12月にスクラップとなった。1939年に 4.7cm 炭素気砲4機が撤去され、1941年に 12.7mm 4連装機銃3機が撤去されてビッカース 4cm、39口径ポンポン砲が4連装砲がで2機、エリコン FF20mm 機関砲が単装砲がで5機が追加された。1942年に284型レーダーと291型レーダーを搭載した。1943年にカタパルトと水蒸気を撤去して、 エリコン 2cm 単装機関砲を4機追加し、1945年8月に3番手砲塔と、エリコン 2cm 単装機関砲5機を撤去し、母法ス 40mm 機関砲を4連装砲がで2機、エリコン 2cm 連装機関砲3機を追加した、285型レーダー2機を追加した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。